ウェルカム東京都、ウェルカム東京夢屋八幡 TV。 本日は京都の武徳殿に来ました。柔道の一家ですね。これが前乱試合の場所でしてですね、なんかやってまんな。この前に皇后杯の駅伝に会ってしまいましてですね、いや、抜きでしょうけど、そんな簡単に真剣ちゃうでしょ、あれは。真剣そんな簡単に抜けまえんで。ガリエナおりますね。これが天覧試合の場所ですね。ここは柔道しないでしょ。生クラケンですわ、あれは。そんな簡単に真剣は抜けませんよ。お会計さんよくおるやないですか。バッタもんですわ。チャンバラやないですか、それはね。よいしょ、ちょっとブラッと行ってみますかね。武徳殿と言います。真剣を打つというのは非常に神経がピリッとしないと無理です。ああいう簡単なもの。ちょっと待ってみますかね。京都大学の前でね、大変で、駅伝は怖いです。たすき渡されへんかったら何言われるか分かりまへんで。大日本武徳会です。戦時中ですよね。高専柔道ここでやった寝技専門柔道あるんですけどね、あれが好きなんですよ、私は。よし、回りますけどね。こっから見てありますか。抜いたと刀なんか振り回されへんのですよ、一瞬の間だけなの。分かってるんですかね。ほら、怖い怖い怖い。そんなん真剣やったら足切れるから。わあ、そら。生クラケンですわ、あれは。生クラケン。
真剣をね、簡単に抜けないんですよ。さっと行ってもらうんだね。戦後、GHQ に辞める言われてちゃいますから、ね、できませんわね。何年か最低1年かにそこはかかるでしょう。神経持つのに私はもう持ちません。ずっと持って歩けるんやったやけどね、銃刀法で引っかかってまいりますからね。もんなんですかね。嘘を教えたら飽きまえんで、それね。嘘を教えたらもうあれで金儲けしようやつおるんですよ。ふざけやなんですよ。もう守ると違うので、金儲けやつは大阪の福島で店してる時ですね。小売りの店ですね。自分のブランドの店の居合抜きの人おりましたけど、そんな簡単に用もたにしましたよ。2、3年しても用もたやつを言ってました。こんなもん日本二刀流みたいなのできへんですよ、そんな簡単に。まあいいです。本日の散策はこれにて終わらせていただきます。どうもありがとうございました。